大阪市交通局80系電車は、大阪市交通局の高速電気軌道今里筋、専用の通勤系電車である。2018年4月の大阪市交通局民営化に伴い、大阪市高速電気軌道に継承された。また、2019年には一部の車両が、長堀鶴見緑地線に転用された。今里筋線開業時2006年12月24日正午の、 今里筋線の開業時から営業運転を開始した。既存のリニアモーター車両である長堀鶴見、緑地専用70系とは設計変更点が多い。試験車両の01編成は2004年11月に近畿車両で落成し、今里筋線が完成するまで長堀鶴見緑地線で試運転を実施していた。また、例2編成以降は、川崎重工業も製造を担当し、 合わせて17本計68両が製造された。軌道加速度は時速 2.5km、S と日本の地下鉄車両にしては加速度が低い部類である。これは22.2325.3070系も同一数値である。イムマーク車体はアルミ合金製薄肉大型中空経済で構成されており、先頭形状などは70系に類似する。車体塗装は 薄いクリーム色を基本とし、今里筋線のラインカラーであるオレンジのラインを、側面中央と上部及び前面、非常用貫通扉下部に配し、客用ドア周りは肌色である。さらに先頭車の前面下部には、今里筋線の正式名称が、大阪市高速電気軌道台8号線であることに、ちなんで、8を変形させたマークと、リニアモーター駆動を示す、イムの文字がある。 また、大阪市営地下鉄のマークは、車両側面の下部に記されていたが、大阪市営地下鉄民営化に伴い2017年中に、マークは消去され、2018年4月からは、各車両の戸袋部分左右一箇所ずつ、大阪メトロロゴが重複されている。客室の窓ガラスは、扉間は一枚加工式、車端部は固定式である。行き先表示器は 70K では、 全面膜式、側面 LED 式であったが、本系列では、全面、側面とも膜式である。主回路は、VVVF インバータ制御で、使用素子は70系の GTO サイリスタからイベットに変更された。客用扉については、01編成のみ、試験的に、大阪市営地下鉄発の電気式、ドアエンジンが採用された。また、 零一編成では非常用ドアコックが各扉に一台ずつ設置されている。今里筋線は全駅に可動式ホーム柵を設置しているため、転落防止ホロは設置されていないが、零一編成については落成当初は設置され、後に撤去された。そのため、零一編成のつま面には転落防止ホロの撤去跡が残っている。コストダウンによるスペック変更が、 随所に見られる。車体のオレンジ系に対し、車内は白を基本色としている。座席は定員着席を促すため、緑色系のバケットシートを採用し、一人分の場所に模様が入っている。一人当たりの座席幅は70系の 433mm から 470mm に拡大された。 リりカーは従来からの座席前のみならず上高口部分にも 1800mm の高さに各4箇所ずつ増設された。70K では貫通扉の上部に設置されている LED 式車内案内表示器は上高ドアの上に1両、あたり3箇所に千鳥配置で設置されており、扉の開閉方向や各駅のエスカレータとエレベーターの位置も表示されるようになっている。 扉開閉表示は LED の案内表示に連動しており、66K13 編成以降と違い、扉が閉まりますの表示も追加されている。66K13 編成以降の登場時とほぼ同様の音のドアチャイムを設置しており、チャイムが明動するスピーカーは試作者と量産者で、形状が異なっている。車椅子スペースは各車両に一箇所ずつ設置されている。 また、車椅子の着座高さでも利用できるよう、車椅子スペースの脇にはインターホンが取り付けられている。このインターホンは、車椅子スペースとつま面の一両二箇所に設置されている。従来の大阪市営地下鉄の車両の床面は、駅ホームの床面との間に段差があることから、車椅子利用者は、乗降時に駅員が、簡易スロープを使用して解除する必要があったが、本系列では、 車両とホームの床面段差が縮小したことから、駅員の解除は不要となった。長堀鶴見緑地線8 0営2 0 1 3年に実施された今里筋線のダイヤ改正に伴い、今里筋線運用が一運用削減されたことから、余剰、旧車となった第17編成を長堀鶴見緑地線用へ転用改造した。これに伴い番号は、 第31編成に変更されている。動線の増発用として2019年3月中旬より運行を開始した。改造内容は以下の通りである。ありがとうございます。